あの男、間もなく急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンが。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いても、女の子がどっ、じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。ヒヒヒ、冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れ、ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。いけるか。ゴムゴムのブレッド。こう見えてなかなかやるわよ。行くわよ。サンダーチャージ、ウィングアーム。手強いわね。みんな気をつけて。そこまで。支援フルール。デルフィニウム。降ろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、フランバージュショット。まだまだ、ぶっ飛ばしてやる。
サンダーランステンポ。トレインタフルール、フリップ。おいお前、おろしちまうぞ。パーティーテーブル、キックコース。これは一筋縄ではいかなそうね。支援フルール、デルフィニウム。私の仲間があなたに負けるはずないでしょ。よっしゃ、成長。俺、こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるな。さて、あっちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんだ、体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわ、使い方を思い出せない。してやる。おいお前、おろしちまうぞ。今行く。なめんじゃねえ。なんで。任せて。こんな。これはそこまで。行くわよ。
攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。俺の名はアディオン。職業は探検家。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで何気に居ついちまってさ。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやっ。あなたが触れた後には私たちの力が失う。ええ、私のせいよ。ごめんな。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういうか。この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船は全て海のものです。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を。なんだよ、俺たちはそんなことし。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるの。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるもの。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。悪魔の。知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら。大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったの。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。
そうだ、飯を食わせてやるや。さあ、飯だ。この肉、全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかい？すげえな、簡単に平らげ。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。うわ、絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、また襲ってくるかもしれん。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を俺は先に戻ってるぜ。よし、行こう。ここは
自然に風化した状態ではないわね。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確か。ワッフルドを語る伝説の中に、海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることのせい。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばせ。もっと詳しく調べないと、まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当？見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い。何人もな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖っ。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクス。ずいぶん古いもののようね。抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩して。じゃねえだろ。こいつ俺らを。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど俺たちの縄張りに入った奴らは許さ。何よ。ナミ、私たちは橋も崩しているし。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。逆らうとどうなるか教えて。おら、
さあやるわよ。こんな。あなたたち。やってくれたわね。その程度だろ。え？いや。俺の仲間。止めて下ろしてやるか。ナミスワン、これ受け取って。助かるわ。いい効かねえな。ドあとは任せてもらう。あたしの番ね。よまずいわね。間違ってもれ。なめんじゃねえ。その程度だ。ぶっ飛ばす。そこだ。聞かねえよ。私の番ね。ちょっと痛いわね。コックに逆らう。情けない姿を見せちまったな。おりゃ存分にやらせ。今行こう。行くわよ。当然の結果。力が戻ってきた。力が戻ってきた。やったー。俺がキャプテンウソップだ。みんなの役に立つ。目指すは世界一の。ここ止めろ。なんでだよ。上陸し。島に近づ。黙って飛び降り。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。お、なんだ。急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出した。思い出した。